え、だってちーちゃんまだ現役でしょ。一応現役だよ。だって、うん、熊本だって出てベスト10入っちゃうんだ。ベスト10入っちゃう。一番やっちゃいけないことやる、ね、いやいや、でもすげえなと思う、ね。ゴルフって面白いね。いや、ゴルフって面白いよ。ほんとすごいよね。だってさ、水が…いや、待って、こんな…いや、あ、もう始まった。Quand t'es venu dans la rue… 乾杯。じゃあ、これは小田ちゃんが言ったの。小田ちゃん、うん、元気よ、これ。元気よ、これ。元気ね。そんなキャラじゃないじゃん。小田ちゃんの元気。一応、これでも元気はあるんですよ。元気ないわけじゃないですよ。じゃあ、小田ちゃん、今日は…ちゃんなんか一言添えて。じゃあ、今日はゲストで有村プロが来ていただいてます。はい。はい、ありがとうございます。楽しくしましょう。はい。はい。これ久しぶりだよね。久しぶり。でも前回島中さんいないから。いなかった。パエちゃん、パエちゃんって人がいなかった。そう。いじって、散々いじってたのにいなくて。目の前に、いじれない。自信がない、いじれる。迫力あるもん、やっぱり。なんて。肩幅。いやいやいや、いじってんじゃん。なんか、四角くて、まあいいや。なんていうの、何もうちょっとそのままから言って。違う違う、テトリスみたいに見えんだもん。は俺の人のハミコみたい。楽しい。早い、まだ早い。まだ早い。あ、キャディーの島中です。今年は中島啓太プロと、あとは女子ツアーも行かせていただいておりますが、この間の、阿蘇飯塚で、初優勝に立ち会うことができました。またこれからも、今シーズン頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。キャディーの新岡です。今年も岩田博史プロ、上田桃子プロ、2人を担ぎます。で、春先の中倉で優勝ができました。あとは桃ちゃんと後半戦で優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。キャディーの小田です。今年も武藤敏則プロをメインに、女子ツアーも行かせてもらっています。後半戦も頑張ります。よろしくお願いします。プロゴルファーの有村智恵です。座談会今日はプライベートとしてきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これだいぶ長いですよね。でもね、私だって出たのはそう、前回が4年コロナの前だよ。もっと前だよ。コロナ全然前でしょ。そうだよ。いや、あれも7年ぐらい前じゃない。長くないじゃん。そう、いや、そんな前じゃないけど。だって、サマンサの優勝の話してたもん。あ、そっか。うん。だから、そう、うん、してたよ。おばつさんが帰り道まで帰りたい。ちょっと待って、俺2位や。なんか2019年とかじゃない。え？あ、2019年のサマンサの時だよ。ちょうど1年後のサマンサの、うん。そうそう。すぐだ、2019年にやったってこと、前回。前回が。私が参加したのが。じゃあ4年前、うん、俺4年なの、うん、そんな古い人じゃないよ。いや違う違う違う、なんかすっごい前に感じたから。確かにね。まあでもね。すごくない、逆にこのコーナーがそんなに続いてんの。いや、ほんとに。どこ、どこに需要あるの。いや、早いんじゃないの、早いの。あと駐車場のお兄ちゃん。でもね、そう、やっぱ大事ですからね、そのゴルフ業界に。だから2、3人だけにやってる。あ、そう。だから、ちえちゃんが意外な一面を 見せると、1万再生ぐらいずつ上がってくるでしょ。すごいんだよね。意外な、もうないでしょ、もう。いやいや、いやいや、いやいや、いやあるでしょ。だってさ、散々さ、私いないところでもなんかひたすらいじってるじゃん。まああれは小田の指示なんだよね、全部。もう僕の、ね、僕は言えないんで、島さん言ってくださいって。もういやいやよ。本当はもう何も、もう本当素晴らしいとしか思えないんだけど、いやいや。だから今日小田ちゃんのめっちゃいじると思う。そうだ。普段何も言わないじゃんね。今日に限っていじると思うよ。むしろちーちゃんがいじってくれてもいいから、小田さん。本当こういうとこあるとかさ。いじることないもんね、小田さん。でもまたそういうさ。そういうさ、ほら。ね、いつもこの二人そう。で、褒め合う。で、しかもさ、それがさ、2、3年前よ。だって15年は行きましたね。15年でしょ？ 20歳、え、20歳より前でしたよね、多分。19だったかも。だから16年とかで。16年でしょ？多分。16年でいじるとこないですとか。俺、ももちゃんの時いじってばっかりんだよ。いや、昔はいじってましたよ。あ、そうなの？昔、なんかよく、なんか噛んでたし、うん、ラウンド中。うん、
噛んだりとかしてたらなんかネタにしたりとかしてたけど、うん、でもねやっぱねそれを超えてくる人たちがやっぱいたんですよ。あ、もっと、もっとすごいの。すごいのがいた。いたよね。そうすると、小田さんがまともにどんどん見えてきて、いじることなくなっちゃったんだ。そう。じゃあ、小田ちゃん、ありがとうって言ってよ。そうだ。しゃん。口はやっちゃう。逆に今、ほら、若い子たち担いでるじゃないですか。何喋るんですか？こんななんかそのうちらに対していじってるみたいなテンションで言ってるの？いけないよね。若すぎて。若すぎて。うん。いじるとかはない。で、俺やってる子は、まあ、あのそんななんかいじられキャラでも、友達同士はいじられたりしてるけど。いや、私もいじられキャラじゃない。普通に。うん。俺に言ったら、うん、俺ねマジでちょっと、ね、いじりづらい。ちえちゃん。俺そうでもない。そうであれ。じゃあなんかね。そうであれ。そうであれっていうのもおかしい。なんでそうであれ。いやなんかさ、いやちえちゃんはもうすっごいさ入り込むじゃない？この試合の時の朝の練習場とかさ、うん、でもさたまにそんなテンション高くないのに無理して入り込んでる雰囲気の時にさ、ちょっとなんか。今日はいじらないんですかみたいにしてちょっと寄ってくるときあるの。あ、優勝争いとかさ、上行ったときはもう本当に入り込んでるからあれだけど、そうでもないときあるじゃん。うん、じゃねえよ、そうでもないときあんのかよ。そう、なんか初日通を雰囲気出すんじゃねえよ。2日目の朝とかね、まあまあでも若手の手前格好つけなきゃいけないからなんかシュッとはしてるんだけどさ、まあなんかとんでもない色の服が着てるしさ、最近落ち着かないよね。なんか昔とか先輩たちもいじってくれてたから、うん、なんかいじってくれないもんね。そう、今やっぱもうどんどん先輩がいなくなっていじってくれる人いないから、もうキャディーさん行くしかないじゃん、うん、行くしかない。しかもおじさんのね若いキャディーさんもいじってくれないだろうさ。俺ら需要あるんだよ。でもさ、仕事の需要じゃないって。いやいやいや、ちえちゃんが元でしょ。いじってくれたわけよ。でもそれに笑うこともなくさ、笑ったら怒られると思って若手の女子プロも笑わずにこうやってさ、気使うんだよね。あーそうか、あのおじさん何言ってんのみたいな。確かにね、いじってね。そうちょっと巻き込んだりとかするわけよ。そうねえみたいな感じ言って、ね、いやいやみたいな、なんかそれかわいそうだよね。早めに練習切り上げちゃってね。かわいそう。うわーっと開いてて、かわいそう。スプーンで終わっちゃったりしてね、最後ドライバー仕上げて、でもあれってキャディーとしてダメだよね。完全に。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。噛んじゃった。